こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。一重の着物、他の季節となんかちょっと着方が違うことがないかなっていうふうに思ったことありませんか？どういったことを注意したらいいのかなというふうに思ったことありませんか？本日は一重の着物の着方についてお話をしていきたいと思います。他の季節との違いもね、お話ししていきますね。では早速一重の着物を着ていきましょう。では裾合わせしていきますね。裾合わせは特に合わせの着物とかというのと特にね、変える必要はないんですけれども、よいしょ、通常通りに行っていただければと思います。私はね、タックを取っていく方法ですけれども、前後持ってね、持ち上げる方法でもね、どちらでも構いません。やっぱりね、ただ一重っていうのは合わせの着物に比べるとすごくね、軽いという感じになると思います。夏物と比べたら、まあ夏物の方が軽いですけれどもね、あまりこう合わせに比べた時のその差異、合わせと一重の差異に比べると、夏物と一重の差っていうのは、まああんまり少ないかなというふうに思います。さてさて、今ね、裾を合わせたんですけれども、皆さんここ見えますでしょうか？着物が私ね、すごく濃いものを着ているんですけれども、広襟の場合、襟裏という素材が白になりますよね。白っぽいのがここにね、透けやすく、出てきます。どのくらい折り返すのかによって、ここがね、白っぽいのが透けてきたりとかするんですけれども、この白く透けているのが中に、内側に入る部分、例えばここからだったらおはしょりができますよね。ちょっと外側から見えちゃうなっていう場合は、ここね、丁寧に行っていただければと思いますが、今私おはしょりの中に隠れてしまうので、このまま進んでいきたいと思います。例えば一重の着物が色が薄いのか濃いのかということによってもね、ちょっと気をつけるべきポイントっていうのは変わってくるかなと思うんですけれども、薄い着物であれば広襟、こう襟がね、広くて、ご自身で曲げていただく襟っていうのは、だいたい白いと相場は決まっているので、色がね、薄い着物はそこまで様々着るときに気をつけなくてもいいんですけれども、濃い着物っていうのは、こう裏返った時に、翻った時に裏が見えてしまったりとかすると、そこだけ白く見えたりみたいなね、ことがあったりするので、そこはね、お気をつけいただければなというふうに思います。まあ色が薄い一重っていうのは、そこまで合わせとか夏物と比較して気にする必要はないんですけれども、私のような色が濃い一重というのは、その裏側がどうやって見えるのか、翻った時にこう折り返したりとかした時にどうやって見えるのかということをね、気をつけていただいたらいいんじゃないかなって思います。ちょっとね、私体が曲がっていることが多いので、ちょっとね、ここで背中心確認していきますね。襟をこうやって作っていって、襟合わせをしていきます。さてさて、一重の着物ね、襟合わせをする時にちょっと、ポイントがあるんですけれども、内側の襟を三角上げというふうに、中にね、曲げる工程があるんですけれども、その時にちょっと気をつけていただく必要があります。ではちょっと後輪ベルトを使いますね。内側を今ね、ここ上げるんですけれども、この部分ですよね、見えますでしょうか？この部分、襟がね、今私襟が白いのがね、裏側が出ないようにしてるんですけれども、ここね、こうやって広げちゃったりとかした時に、白い襟裏がこのまま重ねてしまうと外側から透けちゃうんですよね。なので、この三角上げをするときに、白いのが表に出ないように、内側に収まるようにしていただくと、この辺あんまり気にする必要がないかなというふうに思いますね。そこだけちょっと気をつけてください。三角上げに関しては別の動画で詳しく解説しているので、よかったらね、そちらもチェックしてみてください。ちょっと背中のシワを取っていきましょうね。全般ね、私以前動画で下着を気をつけましょうみたいなね、お話をしたこともねありますし、何度もね、割と下着の線に関してお話ししてますし、特にね、皆さん下半身のパンツの線ショーツの線っていうのは、ぜひね、気にしていただければなって思います。やっぱり合わせの着物に比べると、まあ一重とか夏の着物っていうのは、内側がね、やっぱ薄い分透けやすい、それからラインも出やすくなっています。例えばショーツに限らずなんですけれども、下に着ている肌襦袢っていうのは、こう私は
ワンピースでこう打ち合わせるタイプのものを使ってるんですが、結んだ紐とかがありますよね。そういった結んだ紐とかがベロって出ている状態だったら、着物をこうやって重ねていくと、その紐がねすごく出やすくなります。なのでそういったこともぜひね、あの人の時にはより気をつけていただきたいと思いますし、それからショーツのラインというのも合わせに比べると出やすくなるので、できるだけラインが出ないものというのをね心がけて選んでください。ぜひね、一重の季節楽しんできてみてくださいね。本日の動画が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。私ども書籍も出版しています。よかったら書籍もお役立てくださいね。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。